今日楽天モバイルパーク宮城で行われた夏季限定ユニフォームの発表会見。会見には村林選手と早川投手が登場しました。今シーズンはこのフレッシュな水色のユニフォームをまとい、7月と8月の計4試合を戦います。ベースカラーの水色が表すのは、暑い夏でも厳しい戦いの中でも利をもってクールに戦うという思い。実際に着用してみた村林選手の感想は、爽やかに、はい、この青のユニフォームを泥だらけになるぐらい爽やかに泥臭くいきたいと思います。マウンド上でのクールな表情がおなじみの早川投手は、フレッシュなブルーということで、自分たちもフレッシュにいいプレーをファンの方々に見せられればと思います。水色の色で球場に一色にした中で、やっぱり勝利というのを届けられるように自分たちも頑張ればと思います。チームは現在5位、まずは夏に向けて A クラス浮上を目指します。